背番号7、スリーポイントが魅力です、西川貴信。紹介されています。スターターは背番号7、坂田渉、12番アンドリュー・フィッツジェラルド、13番年野義彦。西川貴信、年野義彦、3本目チームで来ました。私もいるのが愛媛、これが2本目です。年野義彦、そして入ってきたばかりの上かわしながらですが、バスケットカウントです。ショットクロックいっぱいのショット成功です。外に切る山本、そしてライアンクリーナーですがファールです。バスケットカウント、エンドワンです。クリーナーに入れて、今日もダブルダブルに期待のフェルプスですが、まずは情報コーナーを使ってスリーポイント、石井、チーム4本目。山本、情報に通す、キックアウト、石井のスリー、来ました。ブザービーターで第1クォーターを終えています。スリーもある選手、フェルプスからクリーナー、バスケットカウントです。佐賀の徳川のファールを誘って、ライアンクリーナー、バスケットカウント。インサイド5秒注意です。パスを入れてエリスのスリーポイント、ブザービーターで前半を終えました。今度は佐賀バルーナーズ、隅田が引き続きコントロール進めていきます。自らショットに持ち込んでバスケットカウント、エンドワン、14得点目。この後ボーナスワンショットです。ブソンから再び隅田、逆サイド飛ばして西川、オープンスリーは来ました。西川3本目。第3クォーター3点記録した山本文也、カイルバローンのダンクシュート、待ってました、カイルバローン。年野勝彦、山本からクリーナー、スピンムーブ、左手で優しく決めてきました。坂田からフィッツジェラルド、クリーナー中を攻める、スピンムーブからリードチェンジが複数起こります。石川、ペソンに入れる、ペソンが駆け引き、ついていきました。年野辰彦、ボールを運んでフィッツジェラルド、連続得点。その間に佐賀は12得点、大きく差がつきました。ゲーム終了。